通算の対戦成績は富山の3勝、長野の5勝、3つの引き分けです。ペナルティエリア入ってくる佐々木陽次、中へ、このボールは田中雄介、中を選択した、戸高から椎名へ左足、先制はカターレ富山、椎名です。前半の16分、ここで椎名に入って、このまま自分で持ち込んで、この距離から打ち込んでいきました。長野がハーフタイムで選手を1人変えてきました。今瀬から、あっとここは富山の守りにミス、シュート決まります、同点、長野追いつきました。見えてきたということになります、同点ゴールです。昨シーズンは J2 での出場は6試合でした。さあ中へ入れてくる、マイナスのパスからシュート、ここは斉藤守ります。川田が上がってきていて、裏へ投げ出すところ、中へボールを入れてきた、ボレーって決まりません、わずかに枠の右でした。入ってきていきなり佐野、ゴールのエリアに入ってきた、長野はチャンスを作る、スイカのパス、大野の足元入って、エリアの中まで入ってきた、シュート、まだありますが長野のボールになりました。藤山から縦、エリア中にボール入れる、どうだこのシュートは、富山はこれは試合再開になりました、選手が多く変わった、シュートを放っていきました、大野のシュート、交代でかなり時間も使いました、穴に浮かせてヘディング、ゴールの前でキーパー出てくる、ここで試合終了です。